こんにちは、マーティンダーマークは、銀太です。秋田社長の八百屋との出会い。やはり、働くことは確かに大変なもんでございますね。はい、八百屋、ま、しかにメインの業態でございます。確かに、毎日大変ですね。高校時代に始めたものでございますね。はい。確かに、八百屋と出会ったそうではございます。はい。いろいろかっこいいなと思って。確かに、アルバイト、工場内のライン作業、本当に、もう、毎日働いたそうですね。はい。お金が必要ですしね。はい。 やおやと出会って、まあ、時給600円と目に飛んだ、そこ、アルバイト、まあ、工場作業にこういった、僕が、転職したそうでございます。確かに理数計数学が最も得で、計算することに全く苦労はないです。値段、確かに商品は毎回変わるようですしね、いろいろと、はい。状況によって、何がお得か、まあ、安いよ、安いよ、らいらっしゃい、いらっしゃい、と、と、黒く、業界用語、本当に使ってますね、はい。確かに時給600円なので、一日の給料は6000円です。やはり大変なもんでございますね。 あえてようやく大人の仲間入りですね。やはり高校時代は確かにアルバイトの家庭の事情をやむなく働くた場合を除いて原則禁止でございますね。結局、統計は出さずじまい。へい出し合いとよし、元気な声。バイトはほどほどになって、ね、言われたことありますね。確かに八百屋の天才少年がようやく誕生したそうでございますね。 確かに、八百屋に、大変ですね。業界用語、ま焼き。ピン、ブリ、ゲタ、大理、ゴトリ、ロッポセイナン、西南、ド、ガ崖、チョン、道具、チョンブリ。もう百まで覚えるの大変ですね。はい。確かに恋、恋、ようやく初恋ができたそうですね。21歳の時に結婚するそうです。4年間付き合ってね。というわけで、八百屋との出会いでした。バイバイ。